はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、まずちょっとこれ言わせてください。へはい、へじゃ、じゃない、はい、今回のモッドは、配布および販売などは、いたしません。さらにですね、こちらのモッドは、アニメの、画像や、ゲームの、画像などを使用せず、一からモデリングを使用させていただいております。どうしたトライアングル、どうした、いきなり定型文どうしたって。違うんです、これ言わないといけないの。これ察してくれれば幸いでございます。販売目的なども、絶対ありませんと。はい、先にこれだけ言わして。ごめんね。で、たぶんさ、おお、メソール、うおー、ムロール、ちょっと待って、なんだ、ここでサバイバルしやりたいでも今回ちょっと紹介動画だからね、次回からサバイバルでやっていくんですけど、まあサムネを見てもらえばわかると思うんですが、今回ですね、まあ見ていただきましょう。はい、こちら、はい、ポヨですね。はい、名前は言わない、言っていいのかわかんないけど、とりあえずポヨです。はい、カービィですね。はい、この、なんと、カービィモッド、バージョン 1.12.2 っていうのが多分昔あったと思うんですよ。自分がカービィになって吸い込んだりっていう、モッドはあったと思うんですけど、ではなく今回、バージョン、1.16.5 で、まあいつものですね、鬼滅の刃とか、まあ全部の、僕が多分、実況してる全てのバージョンというかね、バージョン 1.16.5 なんですけど、そちらバージョンを作っていただきました。そして今回の制作者様、オルカ様でございます。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、で、でですね、とりあえずもう最初に紹介しちゃおうか。はい、今回カービィモッドいきます。ポヨ入れよう、ポヨ、はい、こちら、かわいすぎ、いかん、もうこれはマジで反則、かわいすぎない、これ。一応ね、オルカさん的にはマインクラフトのスティーブを飲み込んだ時のカービィをイメージしてくださったみたいで、この手の感じがマジ、もう本当にかわいい、グッズにしたい、これ。ほんとグッズない。でもさ、スマブラのカービィってグッズないのかな。そしたらこれゲットできるよね。いや、これマジで欲しいので、今回は一応、こちらカービィなんですけど、ほっとくと、寝たりします。はい、ずっとグーって寝たりとかで、夜にスポーンするんですよ。で、たまにですね、いるかな、出てくるかな、本当にたまに、あれ出てこないか、出て、あれ出てこないか、あのね、本当に結構低確率になるのかな。あれ、さっき実はポンって出てきた、あー、出てきた出てきたあ、かわいい、なにこれ、超かわいいんだけど、たまにね、ほら、ちょっと体力が大きいと思うんですけど、でっかいポヨがいます。はい、あとは他のポヨは20なんだけど、このでかいポヨは37ですね。はい、体力が約倍となっているんですよ。いや、かわいい、みんな寝てる寝てる寝てる、もう、なーに、かわいい、うわー、かわいい、ダメだ、キュンです、ちょっと待ってか、ダメだ、やばいやばい、もだえ死にそう、かわいくて。で、今回は実はデモ版ということでですね、まだ、その、なんだろう、仲間にはまだできないんですよ。はい。なに、ぽよぽよしてる。あ、ちっちゃい、この子、ちょっと他と。あ、この子もちっちゃいで、一応夜にスポーンするので、まあ、イメージ的には、このカービィモッドに関してはですね、今後サバイバルでやっていくんですが、にゃんこ大戦争のように、レベルを上げて強くしていって戦わせるってよりかは分かんないですよ。まだ分かんない。本当にまだどうなるか分からないです。先に言っておきます。ですけど、まあ、っていうよりかは、なんだろう、デブ猫っていうモッド知ってますかね。その猫をどんどん育てていって、その、まあ、ちょっと大きくしていったりする。お前誰？あ！ストーン！これ、待って、これなんか飲み込んだな、多分。ストーンカービィだ！これね、モブかなんか吸い込むんですよ。そうすると、能力というか、ゲットできて。これなんか石飲み込んだか？みんなかわいい。
ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、説明がね、あー、でっかいのも可愛いね。その説明がごめんなさい途絶えちゃったんですけど、そのデブ猫のように要はカービィを育てていくっていう、のを目的にして、で、まあ戦闘ももちろんしますよ。戦闘も戦っていってんで、あの今はカービィだけなんですけど、今後どんどんそのまあ敵キャラクターもそうだし、まあワードルディもですよね、とかもできればまあちょっと追加し、まあもちろん僕が作るピョンピョンしてるストーン、その僕が作るわけではないので、まあちょっとあれなんですけど、そのまあオルカ様にお願いしてね、そのどんどんちょっと作っていこうかなと思います。はい、なのでちょっと一回これサバイバルにしてさ、ポヨを殴ったら怖いかな、ごめんね、ちょ殴りたくないんだけど、ポヨ大丈夫だ、大丈夫だね、ちょ一回殴ってみる、ヘイヘイヘイ翔平、痛い痛い、かわいい、殴ってるけどかわいい、かわいいね、かわいい、見てみた、かわいい。だから今後、ホバリングだ、あ、あ、待って、あ、ストーンするのか、なるほど、ふわふわって飛んで、そういうことか、ふわ、飛んで、飛んで、ギャー、許して、許してくれない、許してくれねえ、ごめん、ガビ、あ、ホバリング、来た、いやー、あー、でも逃げなかったから、やられたかったんですよねって、そうです、カービィに踏みつけられたかった。気持ちいいです。はい、ということで、改めまして、まあ一つのワールドからちゃんと、サバイバルやっていこうかなと思うんですけど、まだね、その今実はちょっとオルカ様にお願いしまして、ペット機能というものを多分次の、次回から多分ペット機能というものがつくと思いますので、まあまだねちょっとペット機能がついてないと、まあカービィを仲間にすることができないので、とりあえず今回はパート0という形で、下準備ですね、その次回パート1でもうカービィを仲間にして、もうすぐに冒険を始めれる準備をしておきたいと思いますので、とりあえず難易度ハードで、サバイバル行きたいと思います。で、何をするのかというと、まあ防具とか揃えたりとか、ちょっと鉄とか揃えたりとかちょっとして、あと拠点とかもまあちょっと構えれればなと思うんですけど、さあどうだ、ワールド的にはまあ砂漠は悪くない、あんまり砂漠のその拠点っていうのを作ってないから、あれ、これ村か、村ではないか、できればね、その今回も村に、うわー村いやもうこれはまごうことなきやらせじゃないと分かっていただけるでしょうシード地も設置してないからね。これはどうだ、ちっちゃい村か、いやそうでもないね、いやありがたいねこれ。まあ今回そう、あーどうだろう、あっちに壊れかけのネザーゲートがあって、ちょっとまずあれ、ピラミッド、ピラミッド、ピラミッド行きたいな、ちょっとピラミッドも行きましょう、後で、後で行くとして、うわあっちでも村ない、あれここに村があって、あっちにも村あるぞ、悪くないね。まあ、今回じゃあ砂漠をまあ拠点としてポヨと一緒に旅していこうか。平原がちょっと、まあ向こうに若干ちょっと平原があるけどっていう感じかな。よし、突撃じゃー木のつらはじで突撃じゃー、いきなりダイヤモンド見つけるぞ、これいきなりダイヤ見つけたらかなり大きいよね。これ大丈夫かな、中にクリーパーがいるとか、いや気にするな、大丈夫、初期スポーンはここだ、行くぞ、参る、どうこんにちは、どうも、いないですね、ありがとうございます、よし、いない、行こう、ここだよね、ここで、で、行きます、1個目、はい、あー金ね、金ごとありがとうございます。で、まあ一応火薬はいいかな、はい、お、うぅマジか、お宝です、お宝来た、お宝来た、無限海、無限エンチャント、はい、いやもうこれ十分だよ正直、鉄、まあ馬でもな、カービィいるから別に多分使わない、はい、いやもうここまで来たら取るよこんなハッピーセット来たら取るよ、いや多分なんだけど、わかんないですよ本当に、あのガチで、そういう要望とか、あの基本的にオルカ様にお任せしておりますので、あのわかんないんですけど、多分カービィモッドだから、ご飯をいっぱい多分求めてくると、お前大丈夫か、ご飯をいっぱい求めてくると思うんですよカービィが。だからなるべくその干し草とか
ゲットしとかないといけない気がする。その多分すぐお腹が空いちゃう気がするんだよね、カービィ。あのデブ猫っていうね、まあ、あの多分冒頭で紹介してると思うんですけど、まあ、デブ猫っていうモッドがあって、それはなんかそのなんだろう、ご機嫌とか便秘とかさ、あの空腹とかストレスとかあるんですけど、多分カービィの場合多分お腹空腹度みたいなのがすごい重要だと思うから、で多分いっぱい食べると思うんだよね。パンをあげるとなんか空腹度がいっぱいになってみたいな、そういうのがあると思うので、だからなるべく干し草はてかご飯系は集めておいた方がいいんだよね。パート0、ん？ほう！あは？あは？あは？なにこのワールド。え、紙じゃん、紙じゃん、紙シード地ですよ。いいね、ちょっと鉄集めようぜ、これいいわ。俺は神を信じる。ここで繋がっているはずだ。あぶね、危ない、危なかったですね。危ないです。おう、危ないです。危ない危ない。おお、びっくりした、今びっくりした、終わったと思った今、びっくりしたよ、ちょっと待って。おお、びっくりした、びっくりした。おお、怖い怖い怖い。この辺りでいいかな。なんかいいね、このさ、ちょっと人里離れたんで、しかもちょっと水も近くにあるみたいな。あ、いいじゃん。あ、ここいいんじゃない。ここもさ、あの取り壊さずに残したまま、この辺りに家を建てて、水、あのなんかにゃんこのとことちょっと似ちゃってるけど、まあ、にゃんこは洞窟だから、今回はちゃんと家を建てて、でカービィのちゃんとお家も作ってあげる。いいね、ちょっとそれもちょっとやろうよ。 OK。まあということで、とりあえず今回はまあここまだまだね、まだ予定地ですけど、まあ予定地とさせていただいて、まあ、ここあれか、あー、なんかちょっと柱とか立ててさ、ここを階段にして下が水ってのもいいね。うん、なんかそういうのも良さそう。はい、ということで、今回はまあカービィモッドがまあ始まりましたということで、まあ次回からおそらくサバイバルとしてやっていきますので、よければ見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。新しい機能というかね、どんどん追加されていくと思いますので、楽しみにしていただければなと思います。ということで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。バイバイ。